飯沼正明は、日本のパイロット。1937年純国産機、神風号によって、東京ロンドン間の飛行に成功した。長野県南安住郡南穂高村に生まれた。1931年3月、旧西松本中学を卒業し、第11期低心小陸軍委託航空機、操縦生として、所沢陸軍飛行学校入学。同年10月、 卒業し二等飛行機操縦士、二等航空士の免許を受ける。11月より、陸軍五町人間、所沢陸軍飛行学校に勤務し、二等操縦士を経て、翌年、一等操縦士となり、朝日新聞社航空部に入社。1935年台湾地震の時、台北羽田間を10時間23分で飛行し、初の青連絡大飛行の飛行士に抜擢された。 1937年4月6日午前2時12分4秒、英国王室大幹式報酬を兼ねて、塚越健次機関士と共に、朝日新聞社の神風号に帰乗した地川飛行場を出発、村山貯水池の上空を祝賀飛行した後、午前2時55分に、お前崎、午前3時8分に、奇襲半島を通過、その後、台北、ビエンチャン、カルカッタ、カラチ、バスラ、 バグダッド、アテネ、ローマ、パリなどを中継し、4月9日午後3時30分に、ロンドンのクロイドン飛行場に到着。15,357km の距離を94時間17分56秒で飛行し、これは当時の世界新記録となった。同年、朝日賞などを受賞した。1941年、東京ニューヨーク間の記録に挑戦しようとするが、 その矢先に第二次世界大戦が勃発。陸軍技師として従軍するが、同年12月マレー半島のプノンペンの飛行場で、遊軍機の事故に巻き込まれ死亡。1989年、飯沼の聖火跡地に、飯沼飛行士記念館が設立された。1937年、フランス、パリ郊外のルブルジェ空港に立ち寄った飯沼飛行士を、 当時パリで日刊の日本の新聞、日仏通信を発行していた彫刻家、高田博厚が取材している様子が残されている。また、フランスのラジオ放送で、飯沼飛行士が挨拶するフランス語の文章をカタカナにして提供し、立派に通じたという高田のインタビュー記事が、1957年発行の週刊朝日12月1日号に掲載されている。ありがとうございます。